今は、まあ、コロナで大変だということですね。まあ、我々、以前、やはり、ワクチンが足りないんだったら、それでなくてやれと。まあ、一回、二回ともアストラゼネカでもいいんですが、例えば一回目ファイザーやったと。その時に二回目アストラゼネカをやってもですね、ファイザーってやっても、まあ大体効果は同じだと。ね、有効性は同じだということが実証されてますから、やはりこの大変な時に、アストラゼネカ活用すべきだという主張をかつてしましたけども、まあ、政府は、まあその我々の声が届いたかどうかですが、まあそういうふうにしてくれるみたいです。今日話すことは歴史は繰り返すということで、歴史から学ぶものがあるんじゃないかということでですね、少しお話したい。今の不況がどういうきっかけで生じたかというとですね、やはりバブル崩壊だったんですね。で、バブルが、まあ、発生した時にですね、こうみんな株を買えとか、土地を買えとか、もう金融機関はじゃんじゃんお金を貸し出して、そして、みんな、まあ、株も上がるし、土地も上がるし、バブルを作っちゃったんですね。まあ、これが大失敗だったんですが、まあ、それは大失敗は大失敗でいいんで、それを潰そうとしなきゃよかったんですけども、一気に潰そうとしたんで、まあ、株価はな、もうね、ほんとね、何分の1かにまで下がっちゃって、で、大変な目にあったんですね。で、デフレがずっと続いてるし、それで今日に至るわけです。要するに30年間ね。かつては奇跡の経済復興と言われたのが、その後パタッと成長が止まって、もうニッチもサッチもいかない。他の国に比べてはるかに経済成長率が低いという状況に陥ってしまった。で、こういうのがですね、まあ過去にもあったんですね。で、それが大正バブルってですね。で、大正バブルで、まあ、我々が経験したバブルよりも、はるかに大きなバブルが生じたんですよ。株も、土地も、物価まで、もう猛烈に上がって、そして、まあ、それが崩壊しちゃった。1921年のことで、これ大正バブルって言うんですが、で、その後、やはりデフレになって、金融恐慌になって、まあ、それでも緊縮政治家ってのはね、どういうのかな。緊縮好きなんですね。緊縮財政をやろうとして、もうそれで、あまりにもひどい恐慌、昭和恐慌、これになっちゃったんですよ。で、それを、通貨発行でですね、大規模財政出動して、あっという間に経済が回復したという、こういう歴史があるんですね。ですから、この時はバブル発生から10年で肩がついた。経済は軌道に乗ったんですよ。ですから、今はバブル崩壊からもう30年ぐらい経ってますが、まあ、やろうと思えば、この時にやったことと同じことをやればですね、直ちに経済デフレ不況から脱却でき、そしてずっともう30年間世界最低レベルの経済成長に続けてるんですが、これからこれを一気に、まあ、解決できるんですね。
だからそのことをちょっとお話ししようと思いますから、この大正ダブルバブル、何だったかと。まあ、ご承知のようにですね、名目 GDP 見ると、まあ、他の国はどん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 成長しているのに、日本だけは、まあ、ゼロ成長、あるいはマイナス成長、ずーっと続いているわけですよ。で、本当に皆さんこれでいいのと我々の子孫に対して申し訳ないと思わないかという、韓国でもこんなに快調に成長している。韓国とか中国とかまだ発展途上国だから、成長するのは当たり前だとかいう人がいるかもしれませんが、もうまずぐずぐずしているうちに日本を韓国に抜かれるんですよ。一人当たりの GDP でね。で、成熟してるかどうかっていうと、アメリカとかイギリスとかも、日本よりもずっと成熟した国でも成長してるんですよ。で、これがなんでかということをちょっと考えてみると。ですからね、皆さん、大正バブル、大戦景気って言ったら言えることもあるんですが、大正バブルは何だということを説明したいんです。で、第一次ですよ。第一次世界大戦の前は、まあ日本の製造業、国際競争力から弱かった。貿易赤字が続いていたと。だから、もう、金のやりくり、まあ外貨ですよね。成果というか外貨っていう。外貨のやりくりが大変だったんです。今とはもう真逆ですね。ですからギリシャのように、かつてのギリシャのように、デフォルトの危険があって、ほんと、白氷のごとくですね。もう、いつ倒れても仕方がないぐらいの大変なこと、状況だった。それを救ったのが、1914年から1918年の第一次世界大戦だったんですね。で、この時は日本は戦場にはならなかった。ヨーロッパが戦場になったということで、まあヨーロッパの企業は生産どころじゃなかったと。で、むしろ、まあその、アジアにいろんなものを輸出してたんですが、それができなくなっちゃったから足りなくなったんですね。だから、じゃあ、日本が供給してくれよということで、食料、日用品、軍需品、この供給基地に日本がなったんですね。ですから、日本は、まあ、儲けて、ね、大儲けをしたわけですよ。外貨がいっぱい稼げた。まあ、それまで足りなくて困ってたのが、まあ、大儲けしちゃったね。で、日本企業がアジア市場を席巻したということですね。要するにもう、貿易収支が大幅に黒字になった。供給不足ということで、もう注文が日本に殺到したわけですね。多すぎて生産が追いつかない。まあ追いつかないから、まあいい加減なんでもいいやというんで、まあ洋服でもですね、もう縫ってる時間がないから、もう、のり付けして、それで、あとは勝手に縫ってくれた。こんな製品でもですね、もう飛ぶように売れた。ね。だから外貨は、成果ですかね。激増したわけです。ですから、本当に、まあ、外貨って言いますか、成果って言いますか。足りなくて、本当、今にも倒れそうな日本経済がですね、この、うわーっとこう外貨を稼いだ。ということですね。世界、第一次世界大戦様々ですね。こう、やったと。で、大戦が終わってもですね、この勢いは止まらなかった。ね、しばらくは、まあ、売れたんですね。売れたということで、まあ、外貨は稼げた。ところが、その後ですよ、問題は。もう終わったんだから、自粛するっていうかな。
その体制を変えなきゃいけない。要するにヨーロッパからの企業がどんどんまた戻ってきたときにはそれに対抗できるようにやらなきゃいけないんだけども、それやらなかったからもうことごとく負けちゃったということで、物が売れなくなった。そしてデフレになった。で、この外貨はどんどん減っていくんですね。で、こんな感じで GNP、まあ今は GDP ですけども、当時は GNP って言いました。で、GNP もですね、この50億円ぐらいだった GNP がですね、この大儲けをしたおかげで、これが、ね、280億円。こうね、何倍にもなったんですよ。何倍にもなったんだけども、まあ、生産性とか何とかっていうのことを考えると、実はこの上昇も、物価の上昇に代表されてるんですよ。ですから、本当は実質 GNP をやらなきゃいけないんですが、そのデータは出ないと。まあ、これ、物価の値上がり分をしょっぴくと、多分、これがパタンと、こんなには伸びてないよと。事実はね。で、対象バブルなんですけども、まあ、ともかくですね、船賃が高騰したと。もう、ヨーロッパの船が来なくなったから、需要が大きいから、船賃で儲けた。株でも儲かった。商品相場で大儲けした。ような商人が続出したんですね。まあ、平成の、平成、あるいは、昭和から平成のにかけてのバブルでもですね、やはり大儲けした人います。で、人々は当時物価上昇、まあ、この時大変な物価上昇があったんですけども、まあ、ずっと続くんだと考えていた。そのつもりでいっぱい投資したんですね。もう今投資しとけば、もうすぐにもう値段は、土地の値段とか株とか、倍ゲームで上がっていくんだと思っちゃったんですね。だから、これが、まあ思い違いだったんですね。先生もサラリーマンも、もう日本国中が、あらゆる人が株を買いあさった。で、大都市の中心の土地が3倍程度値上がってきたと。で、商品取引も異常に拡大した。ガニバリ、これね、ガニバックってですけども、大豆や綿花を入れる麻袋。これが、まあ当時は非常に必要だったんですが、1日で半年ないし1年分が売れたという、もう凄まじい売れ行きなんですね。先のもの取引も活発化したと。要するに、こうもう経済が拡大するから、もう先回りして買っとくというね。で、買ったらすぐ値上がりするんです、すぐに売るというので、もう、綿花、もうないし10回転売されたと。転売すれば転売するほど儲かった。まあ、かつて言う土地転がしですかね。で、高志コレッキオ増床、ね、岡田大臣。これも積極財政、彼好きですかね。これ続けたと。ですから本当は、まあそろそろバブルだから引き締めろと言うべきだったんですが、彼は積極財政好きだから、もうこのまま、経済成長いいじゃないかと。金融引き締めもやらない。いうことだったんですよ。で、ですからですね、この土地がビューンと上がっちゃったんですね。4倍ぐらいまで上がってますかね。で、その後デフレでずっ
と悩むわけなんですね。まあところが高橋コレキオのおかげで積極財政やりだしたらまた上がりだしたということなんですね。